北口南越谷駅は埼玉県越谷市南越谷一丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。駅番号は JM22 相対式ホーム2面2線の高架駅である。駅本屋は住友建設が施行した直営駅であり越谷レイクタウン駅を管理している。一番線の越谷レイクタウン型の出発信号機は 普通本町当駅間が普通になった場合に、西船橋方面から一番線に到着した列車が折り返すために使われる。越谷レイクタウン型に折り返し線が2線あり、電車の夜間留置に使用されている。駅カラーは青色である。2011年4月から2014年2月まで、バリアフリー化、店舗の新設、改札機の一設等を、 主な内容とする駅改修工事が実施された。開業以来、当駅は南口の他に北口があったが、北口駅前は歩車分離のない行動となっており、さらに段差が生じていた。これを解消するため、2011年9月15日をもって従来の北口は閉鎖され、その代替として、駅西側の南北自由通路が東側に拡張された。 改修工事終了後は、南北自由通路の南側を南口、北側を北口と称するよう変更されている。ホームの案内サインは、開業時から、武蔵野線独特のものが設置されていたが、改良工事の進捗に合わせて2012年末に、JR 東日本用式の案内サインに置き換えられた。なお、置き換え後の案内サインは、LED 式である。また、 2012年11月2日には、改札機が西側に移設されたことに伴い、コンコースが拡張された。駅出入口も西側に移設され、新越谷駅との間にあった上屋が増設された。合わせて、高架柱の耐震補強工事も行われた。2003年2月16日より、定築制作の発車メロディを使用しているが、2014年からは、夏季に限り、 阿波踊りの林の一つである、ゾめきをアレンジしたものに変更している。これは、市内で開催される、南越谷阿波踊りの PR として、越谷市が企画したもので、1番線では、徳島県の阿波踊りグループ、アホーレンによる、実際の演奏を、シンセサイザーで再現したバージョン。2番線では、笛のパートを電子音に置き換えたバージョンを使用している。 メロディはスイッチの制作で、編曲は福島直也が手掛けた。2020年度の1日平均乗車人員は56,354人である。武蔵野線内では西船橋駅に次ぐ第2位。埼玉県に所在する JR の駅では大宮駅、浦和駅、川口駅に次ぐ第4位で、JR 東日本の駅では八王子駅に次いで、 第56位である。開業以降より乗車人員は増加傾向が続いている。特に1984年度から1992年度にかけては急激に増加し、1992年度に乗車人員が5万人を超えた。それ以降も近年に至るまで緩やかに増加している。開業以降の1日平均乗車人員の推移は過表の通りである。 年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた少数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は必ずしも合計と一致しない。乗り換え駅である新越谷駅、南越谷駅付近空中写真より開業1年後の様子。北口ロータリーはまだ造成されていない。乗り換え駅行政金融機関など、 主な商業施設、バリエ企業医療機関団地学校など、その他、南越谷北口停留所が設置されており、朝日自動車が運行する、路線バスが発着する。南越谷南口停留所が設置されており、朝日自動車やジャパンタローズが運行する、路線バスが発着する。新越谷駅の動乱も参照のこと。国際工業バスの新越谷駅西口。 越谷駅西口から東川口駅北口では南越谷駅としても扱っている注釈区出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。